ニーロ・元は、戦国時代から江戸時代初期にかけての武将。島津氏の家臣。大英六年、ニーロ・スケヒサの子として誕生。ニーロ氏は、島津氏の一族であり、忠元の家系はその初流にあたる。天文七年、十三歳で父に連れられ島津・忠義に、お目見えして出資。以降、島津・隆久と島津・義久の二代にわたって仕えた。 天文14年に、イリキイン十朝を攻めた際には、イリキイン氏の家臣を一騎打ちで倒して、勝利に貢献している。a 六5年には、横川白攻めに参加し、a 六1 2年には、赤い家長人の後に入った、岸狩高志明の夜、大口城を攻め、負傷しているにもかかわらず、戦場をかけて、武勇は、奇神のごとしと評された。その後は、薩摩国大口の児頭を務めた。 元気三年の木崎春の戦いでも活躍し、天正二年には牛根郎にて一年以上も牢状を続ける敵将を降伏させるために、自らの身柄を人質として差し出したりもしている。天正九年の水俣白攻め、天正十二年の北縄手の戦いなどでも活躍し、豊臣秀吉の九州聖罰時も徹底抗戦を主張し、主人である。 島津義久の弟義弘が降伏するに及んで、ようやく秀吉に降伏した。朝鮮出兵の時は、薩摩の留守居を任された。関ヶ原の戦いの際は、島津義弘の帰国後に、加藤清正が足北に侵入してきたと聞き及び、当時詰めていた鹿児島から大口城へと急遽帰城して、敵の来航に備え国境を固めた。慶長15年の冬頃に、帰国状態となり、 義久、義広、家久の平友の願いも虚しく大口上にて死去した。去年八十五。秘前攻めの際に、着難、ただし行が戦死し、なおかつ中、行の着死、忠光も、慶長八年に創生したため、死後の家徳は、次男、忠光の子、中世が忠光の無の婿養子となり継いだ。なお現在、鹿児島県伊佐市には、忠元公園がある。忠だは人中、 ひなわの明かりで、古今和歌集を読んでいたと伝えられるなど、和歌やレンガに関する逸話が多い。と読んでいる。猛暑で衰え危険樹齢400年、伊佐、ただ元のもみの木伐採へ。南日本新聞。https コロンスラッシュスラッシュ 373news.com スラッシュニュース。ストリットイコール10万4652019年1月16日、閲覧。 橋口、新作、第4章、章僧和歌集のニーロ忠・タダモト、タダマス、久しピンの和歌、その原型から初集型まで、鹿児島県立短期大学、http コロンスラッシュスラッシュ id.2.ac.jp スラッシュ1430スラッシュ0000237 00スラッシュエッー。日付が正しく記入されていません。ありがとうございます。